今からおよそ2500年前、お釈迦様によって説かれた真理の教えは、仏教として今日に伝えられています。その教えは長きにわたって、世界中の何億、何十億もの人々を支え、救ってきました。さまざまな道をたどりながら、私たちのもとへと伝えられてきたこの教えは、時に花を題材として伝えられました。お釈迦様から第一のお弟子であるマカカショー様へ、インドから海を渡り中国へと禅を伝えられたダルマ大師様から弟子のエカ大師様へ、如浄禅師様から曹洞宗を開かれた道元禅師様へ、さらに慶山禅師様のもとへと伝わり、今日に至りました。特に道元禅師様は梅の花をことのほか好まれ、早春の雪の中に清らかな香りとともに花を咲かせる梅の花を数々の教えの題材とされました。そして今年誕生より66年目を迎えた梅花流は、ここ佐賀の地において新たな花を咲かせようとしています。そしてここに咲いた仏の花は、私たちを照らし、さらに未来へと引き継がれていきます。